トイック公式問題集10解いていきたいと思います。 1.5 倍速にしても全然解けるから、そんな先読みもしないで 1.5 倍速でこんなにちっこいのでも解けるんかいって思うかもしれない。いやもうやりたくない。さあ始まりました、もちチャンネル。さあ今回なんですが、トイキトイキってなんや、トイック公式問題集10解いていきたいと思います。はい、こいつでです。いやーね、マジでね辛いよこれ、見るのがしんどすぎて。果たして見えるのか。これテスト1がね入ってるんですね、これのね。なんで本当にこいつで解いていきたい。マジで見えない。どうしたらいいんだよって思ったら、視聴者から来ました。虫眼鏡で解きゃいいんですよってね。まあわかんない、とりあえずアマゾンで買って。うわぼやけるじゃん。あ、片目で見ればいいのか。片っぽの目で見ればなんとかなりそうだな。はい、それなんかこう固定できるやつにした。これ見えなかったらこういう、うわ酔いそう。はい、これで解いていきたいと思います。まあそうだね、片目にすれば見えるね。両目では無理だな。片目ですればなんとかわかるんでやっていきたいと思います。さすがにマークシートこいつじゃ極小すぎて無理なんで。はい、行きたいと思います。これでじゃあ、まあパート1、2は大丈夫だと思うんだよ。1は写真だし、2は音声聞くだけで解けるから。ちなみに僕あれですからね、 1.5 倍速にしても全然解けるから、トイックの問題って。 Look at the picture marked number 1 in your test book。 はい、しんど。 Number 2、Look at the picture marked number 2 in your test book. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. これは見えないよね、これだと。ああ、まあわかるか。Number 6. まあいけたでしょう、パート1は。はい。Go on to the next page.パート2は休みというか、耳だけなんで、別に見る必要ないんで。Part 2. Directions. You will hear a question or statement and three responses spoken in English. はい。You will hear some conversation between two or more people. まあ、パート2は楽勝だったわな。1.5 倍速でも大丈夫って。先読みはいらないんですけど。Number 42.Number 98. What up? リスニング。うわー。まあ全然 1.5 倍速でも解けるけど、まあ途中むずいね。パート3とかレベルの高い問題出てきましたね。そんな先読みもしないで 1.5 倍速でこんなにちっこいのでも解けるんかいって思うかもしれない。解けますって。はい。まあ、それだけのリスニング力あるんですよ。でまあ本番と違って緊張しないんで。なんかゴミついてったりするとすっげえそれがでかく見えるんだろうね。ではリーディングいきます。目つけながらできるといいんだけどな。マークするとき離さなきゃいけないからめんどくさいね。ほー、これむずいね。はいはいはい、何単語ね。ない。え？ダブルパッセージ、トリプルパッセージないじゃん。回答用紙になったよ、もう。おいおいおい。やりやがったな。これテスト1全部入ってんのかと思ったら入ってねえじゃん。よかったー。もうダブルパッセージ、トリプルパッセージ絶対やりたくねえと思ってたから。マジ辛いって思ったから。ありがとう、入れてなくて。じゃあ、でっかいやつやるしかないか。そしたら。じゃあちょっとダブルパッセージ、トリプルパッセージは普通に解きます。逆にちっちゃくできたりとかするのかな。ならないか。じゃあしょうがない、普通に解きます。こっからしんどい。もうまあもうやりたくない、つらいわ。水がずっとパタパタ言ってんだよね。
よりによってめっちゃ悩んだのがトリプルパッセージだったっていうのはね、なんか皮肉だよね。何のためのこれだったんだっていうね。これですごい悩むんじゃなくてこっちで悩むんかい。はぁ、答え合わせしなきゃ、はい、いやむずいよ。いやむずくなってない？だいぶで、まあ一つ言えることは表現ですね。表現が本当今のトイックって感じかな。昔までそんな出てなかったよねって、まあ話題になった単語もいろいろ出てるし、あ、こんな表現も出るんだみたいな。あとは面白かったのが、この表現ってある本にはこう書いてあるし、また別の本にはこう書いてある、辞書によってもこう書いてあったりこう書いてあったりって分かれてるのが、これ読んで、あ、僕が使ってたやり方で合ってたんだと思うのはね、分かったりしましたけど、はい、さあ見ていきましょう。これ答えはこっちにも載ってんのかな。こっちで答え合わせとか載ってる。答えのやつは全部載ってるわ。問題は全部載せてくれてないのに。解説はどうなんだろう。ダブルパッセージ、トリプルパッセージの解説あんのかな、ないのかな。あ、ちゃんとない。ダブルパッセージ、トリプルパッセージの解説はない。そしてこのね、バーコードがさ、19791019990ってね、1979トイック大会が開催された1979年、トイックで990です。こだわってますね。言いましょうか。はい、パート1はまあ簡単でしたね。見えなかったら全然だろうけど、パート2も全然困んなかったね。はい、特にまあ後の方に変化球がまあこうバーッと出てきたけど、あれでしたね、ナレーターのサンプルのやつはやっぱりね、いつもそうなんですけど、サンプルは古いナレーターだった。でもこっちの方は新しいナレーターになってますね。パート3、ここは3がねちょっとね、うんっていう場面むずいみたいなのあったんですけど、でもまあできるかなと思った。 1.5 倍、あ、そうそうそう、 1.5 倍速で先読みしないでも解けますから、僕別に聞きながら見えるんで。字が小さくてこうなってた方がこう全体を見渡せる、俯瞰している感じだったので、実は見えやすかったです。マークミスはしたけど、そう、こことか消してる、今回ミスって。図表が簡単だった。パート3も4も簡単でした。あ、ただ1パターンだけちょっと見づらいのはあったよね。見づらいのはあったけどって感じかな。あ、テスト2には別のパターンも出てきますね。このパターンとかも登場してます。そうだから皆さんね、やっぱ音が速いイギリス人がとかって言ってるけど、別に 1.5 でも全然聞き取れるんですよ。はい、やっぱり簡単でした、リスニングは。あ、簡単って言ってもちゃんと今のトイックのレベルになってましたよ。難易度上げてきてるなって思った。表現とか場面ですね、やっぱり思ったけど、ちょっと図表が簡単かなって思った。で、あとはやっぱりよくあるパターンだったんで、はいはいはい、このパターンね、はい、また出た出た出たみたいな感じだった。それはね、パート5も同じなんだよ。この後のリーディング6も7も、6もちょっとやっぱ文脈依存のやつはちょっと苦労したな。見てみましょうか。最後の問題が難しいように、ほらね、はい、難しい語彙問題にしてましたね。6はちょっと時間かかっちゃう。時間かかんの忘れてるじゃん。いや、なんてこった。はい、OK です。パート7、もう本当に目がやばかったけどもね。いや、初っ端からちょっとうんってなったけどね。最近もそうだよね、トイック。初っ端でうってさせる問題、結構あるもんね。え、嘘、間違ってる。え、マークミスかな。え、これ合ってると思うんだけど、え、ミスったかもしんない。え、よりによってダブルパッセージ、冗談でしょ。なんでわざわざあの目疲れたとこで間違えないで、ここで間違えるんだよ。え、これも違う、トリプルだ。あー、これ一番悩んだ問題だ。てか、ミスか、98、なんでだろう。いや、それよりもあっちの方がこれ合ってんのかなって思ったのがあったんだけど、そこは合ってたんだ。悩んだところは合ってたんだ。うん、これ大丈夫でしょ。あ、そうそう、こういうね、天候関係の問題も最近よく出るよね。どこだっけ。あー、まあまあね、これははいはい悩みましたから、あー、やっぱり、いや、それよりも別の悩んだのあったんだよな。あった、これ183は合ってたんだ、よかった、変えて。あー、でも意外なところ間違え、179は多分ミスだな、これ。186かマジで、あー、間違ってるかなと思ったやつだから、あ、いいけど、まさかの179はでき、ミスだろうな、マークミスだよね多分ね。はい、ということでリスニング100
リーディング98という結果になりました。面白かった？面白かったとか疲れたよ。もうやだ。さすがにこれは辛い。もう本当に。サムネイルにいろいろ撮ってみましたけど。いやもうやりたくない。ということでした。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。挑戦する人なんかいないよね。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. いや、長かった。